はい、今回はモナワイワイの雑談やっていこうと思います。で、今回ね急遽動画のアップするんですけれど、内容に関してはね、モナワイワイさんが少し炎上しているってことでいろいろねコメントをいただいたので、まあやっぱねちょっと動画にしなきゃいけないかなっていうことで動画の撮っていこうと思います。はい、でねちょっと炎上している内容っていうのをご連絡いただいたんですけれど、まあその内容っていうのがね、まあ一つがこのモナプレミアムが値上げしたよってところですね。モナセーフ、モナプレミアムですかね。まあこれをに入っておくと、故障した時のやつかな、壊してしまったりした時の保証費用が、まあ、割引かれるよってやつなんですけど、まあまあ正直ね、これってモバイルルーターの話になってくるので、 SIM 今ねちょっとね自分は SIM を押そうかなと思ってるので、 SIM の方には基本的には関係ないのかなと思います。まあ、ウイルス対策付きって書いてあるんで、ウイルスが対策欲しい方であれば入るかもしれないけど、基本的にこれに入ったところで SIM 発行再発行手数料っていうのがかかるようなので、まあ、あんま意味はないとか何も意味はないと思うんで、SIM の方には関係ないのかなと思います。なんですけど、モバイルルーターね、この5480円が3680円になるよっていうクーポン発行された方にとっては、まあ、元がね800円だったので、200円上がってしまったってところになるのは、まあ、残念なのかなと思うんですけど、まあ、別に入らないっていうのも手なんでね、どうなのかなと思うんですけれど、オプションですのでね。で、まあ、もう一個一番の炎上内容っていうのが、利用申し込みに行った先になります。ね、こうなるんですけれど、ここのねこの部分がやばいんじゃないのっていう話になっています。同時2台以上ご契約の場合、2台目から事務手数料無料になりますよって記載があるんですけれど、2台同時に契約された方がいたようなんですけれど、その方が普通に2台目手数料がかかってしまったってことで、これが燃えてるようです。で、まあまあ自分のところにもねコメントいっぱいいただきました。まあなんか嘘、虚偽記載があるよみたいなとか、まあ、詐欺をやってますよみたいなコメントだったりとか、まあ、そんなのをねいただきました。で、自分の意見としてなんですけれど、まあね、これ2台目以降無料ではないってことなので、早くこれを消した方がいいと思います。はい、とりあえずね、まあ、これは間違いないことではあると思うんですけれど、まあね、その方と自分がとりあえずお話をしていないので何とも分かりません。正直な意見ね、もちろん本当のそのままの意見を言ってくれてるのかもしれないんだけど、そこの内容っていうのはやっぱ個人個人でさ、その相手から受けた内容って違うんで、また聞きの時点でもうお話って結構難しいですよね、考えるの。なので正規的な内容がわからないんで何とも言えないんですけれど、自分が言えるのはとりあえず2台目以降無料ではないのに2台目って書いてるのはいけないよねっていう点は第1点です。で、第2個目なんですけど、その対応ですね、モナ Wi-Fi の対応が悪いっていう内容のようなんですけれど、聞いた限りなんですけれど、この2台目無料ではなかったのでキャンセル処理をするっていうことでお話し、2台目やっぱいただくことになってしまいます、じゃあキャンセルしますよ、でキャンセルができたっていうことだと思うんですよね、内容的には。多分自分が見た限りだと、でその限りだと別に問題はないのかなと思います。詐欺とかいう方は結構こういう案件があると多いんですけれど、詐欺っていう、まあその詐欺についての具体的な内容をねここで話すっていうのもなんなんですけれど、まあよくね名称として詐欺っていう言葉を使う方多くいるんですけど、ネット上だとよくいます。何があってもすぐに詐欺って言ってしまう方いるんですけれど、詐欺の定義ってすごい難しいです。まあこれはねぜひググっていただければと思うんですけれど、まあ自分もねいろいろそういう被害に遭ってきてはいるんですけれど、それを詐欺というのはなかなか難しいんですよね。で、今回の件に関してはキャンセル処理が行われた時点で詐欺は絶対にならないっていうか、まあそれで被害届が出せるならすごいなと思うんですけど、むしろっていう感じになります。で、虚偽記載に関しては、まあ、虚偽の記載ではあるんじゃないでしょうか。はい、ただ、まあ、自分が言いたいのはね、まあ、何モナワイファ援護みたくなってしまって申し訳ないんですけれど、多分そういうコメントいただいた方はもっと燃やせって思う方がね多くいると思うんで、まあまあここでね燃やすつもりはないっていう意見になっちゃうんだけど、まあ、会社ってね基本的にミスがあるもの、最初始めてすぐってあるものだと思います。で、そのミスをどうフォローするかっていう部分なんですけれど、まあ、自分がもしね炎上するとするならば、その2代目以降が優勝お金かかってしまうよっていうことが発覚した時点で、向こうがキャンセルをしたいって言ってるのに、いやもう手続きしたからねそれキャンセル処理できないよとか、まあ、そういうふざけた態度を取ったらあるかも、はってなると思います。ただ、まあ、そういうふうにね、会社のミスで、記載が間違っていたっていうので、もうその状態で、まあ、キャンセルしたいっていう時に、キャンセルができるっていう時点で、まあ、別に対応としてはそこまで悪くない、最悪な対応ではないんじゃないかなと思います。で、自分がね、今回思うのは、すぐね、これ消せっていう意見いると思うんですけれど、消せません、なかなか。まあ、なんでかっていうと、多分なんだけど、これ、
モナワイワイさんが自分たちで作ってるサイトではないと思います。うん。そこをね、まずね、考え、わかる、ね、そこを理解してるかによって変わると思う、この考えっていうのは。まだこれ消えてないじゃんっていう方いると思うんですけれど、結構ね、めんどくさかったりします。間に入っていると、いろんなところがね。で、なんでこうやって言うかっていうとなんだけど、ルルカがね、もう一個レンタルで受けてる会社あるんですけど、これスターワイファイさんになります。スターワイファイね。ルルカがもう一個提供を受けてる会社になります。で、値段も同じでね、かなり似た部分が多くあります。で、気になる部分としてなんですけれど、ここになります。同時契約で2代目以降事務手数料無料っていう風に表記がされています。スターワイファイさんは無料なんです。2代目以降が。うん。で、ここで気になる点なんですけれど、モナワイワイさん、ここにね、2代目以降無料になりますって書いてあるじゃないですか。ただモナワイワイさんに関してはホームページ上にね、一切2代目無料って書いていないんですよ。わかります？書いてないですよね。どっかに書いてあったのを消したっていうのはないと思うんですよね。で、何が言いたいか、わかる方わかるかな。これ多分中の人がやらかしてるんじゃないかなと思うんですよね。中の人っていうのはルルカのよく言うモナワイワイの人ではないです。モナワイワイがその頼んでる会社さんですよね、多分。ホームページ等々を作る、まあ、やっぱその区分けっていろいろあって、まあ、もちろんね、自社にそういうところを持っているところもあるんですけど、基本的には外注っていうんですか、外注で頼むと思います、サイト作りっていうもの自体をね。で、この辺でね、2台無料って書いてあるじゃないですか。で、申し込み画面に行きます。これスターワイワイさんの申し込み画面です。で、これね、モナワイワイさんの申し込み画面です。非常に似てると思うのはルルカだけでしょうか。で、下の方行きますよね。こうやって行くと、スターワイワイさん、ここ見れるかな、2台同時2台以上ご契約の場合、2台目から事務手数料無料になります。スターワイワイそうですよね。それはサイトに記載があります。2台目以降無料になりますって書いてあるんで、無料になってるんですよ。なるんですよ、スターワイワイさんはね、元から言ってるけど。で、ここでモナワイワイさん行きますね、ここで、同時2台以上ご契約の場合、2台目から事務手数料が無料になりますね。何が言いたいか分かるかな。これ多分外注先がやらかしてんじゃないのかなっていう説があります。もちろんモナワイワイさんがそれを確認しないでこれをサービス始めたこと自体に問題があるかと言われば、そこは問題があると思います、もちろんね。なんだけど、これって多分外注で同じとこがやってんじゃないかな、もしくは同じテンプレみたいのが出回っているのを、まあ、違う外注さんに頼んで、まあ、何ていうの、ホームページとして作ってもらうっていう部分だと思うんですよね。っていうのがあるから、自分たちでやっていない、まあ、自分たちの組織の中に入っていないで、外注で頼んでいると、すぐに頼んでもすぐに、この一文字だったらすぐ消せるだろうって、もちろん自分で全部運営していればすぐに消せます、こういう一文とかも。まあ、自分もね、まあ、自営業ではあるんですけど、ネットショップとかいろいろやってるんで、まあ、そういうの作ったりとかサイト作ったりとかするんで、自分でね、いじってるので消すのは簡単にできます。なんですけど、やっぱ外注に頼むと一文字消すのでもうすごい時間がある場合があります。はい、っていうのがあって、個人的にはそういう外注とかがあるから消せないんじゃないかなっていう。もちろんね、この一部分でね、まあ虚偽の記載っていうのはあるのかもしれないんですけれど、まあ、そういう部分があって、で、今のね、そのモナワイファイさんの対応自体がめちゃくちゃ悪いかって言ったら、まあ普通じゃないのっていう、冷静に考えてって言って、で、ミスがあった状態で、そういう契約があってしまったっていうのに対して、向こう側が気づいて、その契約した方が気づいてね、あ、無料なんないだったらキャンセルしていいですかって、キャンセルで大丈夫ですかって時に、キャンセルできますよっていうので、取引に何ら変なところはないかなって思ってしまいます。まあ、自分がね、そういう風に自営業でやっていて、ネット関係でやってるっていうのがあるので、大前提があって思ってしまう、商売していて、まあ、商売ってそういうのあるよねっていう、ちょっとしたミスだったりとかってあるよねっていうところがあっての考えなのかもしれないんですけれど、個人的にはこれが炎上案件かって言われると、炎上案件ではなくて、まあ、多分中の人がやらかしてる、中の人ですね、がやらかしてんじゃないかなっていう風に、ちょっと外堀から見てしまう自分がいます。はい、まあそんな感じでね、一応中の人に聞いてはいるんで、まあ、どういう回答が来るのかわからないんですけど、まあ、回答が来たらね、お話できる範囲でその回答についてお話しようと思うんですけれど、ルルカの自分のね、個人的な意見としてはそんな感じです。事務手数料無料って書いてあるのにならないのひどいじゃないかっていう方いると思うんですけど、それはひどいと思います、もちろん思うんですけど、それが大炎上してこの会社が完全に使用できないものかって言われたら、まあ、別に特に自分的にはそんなに信頼を著しく落とすものではないのかなって。なんでって言えば、そもそも2代目無料になるからこのサイトを使う、このサービスを使うのかって言われると、そうではないかなっていう、またね、なんか不当っていうの来てるんですよ、不当表記。
まあなんかね、まあ言い方の問題かなっていう、ミスに関して毎回毎回ね、まあネット上ではちょっとでも何かあると炎上させるっていうところあるんだけど、まあ何？そこまで細かく見る必要は自分はね、あんま感じないっていうか、自分の動画今まで見ていただければそうだと分かってもらえると思うんだけど、まあいいとこあればいいし、悪いとこあれば悪いと思うし、まあそういうのはお話するんだけど、自分の許容ですよね。自分の沸点もあると思います。人それぞれね、許せる部分、許せない部分ってある。まあ自分はね、自分の動画を見て選択してもらえばいいと思っています。っていうのは前々から話してます。自分の使ってる感じ見てもらって、いいと思えば使ってもらえばいいし、良いと思わないんだったら使わなければいい。で、自分がね、使っているので、まあ良いと思う部分あったけど、悪いという部分が多かったらね、それは使わない方がいいと思うし、悪いという部分、まあ例えば今回で言えば、この2代目以降ね、無料って書いてあるんだけど、2代目以降無料じゃなかったんだよっていうのが発覚しました。で、それを見て使いたくないよと思う方いるんだれば、それがメイン、まあ自分が紹介しているね、モナワイワイさんの中でそこがメインになると思う方がいれば、それは契約しなければいいんじゃないのかなって自分的には思っちゃいます。ちょっとドライすぎて申し訳ないかな。まあそういう風に考えちゃうんでね、あんまりね、基本的に、まあね、過去ね、自分がね、唯一炎上ぐらいにね、感じたやつが一件だけあって、まあ今話すのもなんなんだけど、マイクロソフトのね、サポートがすごいひどかったんですよね。あの、サーフェスプロ4の故障がすごくて、あの、初期不良がやばかったんですよね、サーフェスプロ4。まあそれの時にね、ちょっと一回ものすごいさすがにないなと思ったことがあるんだけど、まあ、基本的にこのぐらいのことだと自分はあんまし炎上しないし、自分の判断材料の中で、マナ Wi-Fi 使い放題このぐらいの値段ですよみたいな感じで使っていて、まあ、あの今ねこういう風に普通のキャリアで使うとこんな感じだけど、マナ Wi-Fi だとこんな感じで、まあキャリアとのサポートの差はあったりするけどねみたいな、いいとこ悪いとこ話していて、まあそこのね一部として、まあ今回これが追加されるのかなっていう部分はあるんだけど、この2台以上ね無料って書いてあるんだけど実際無料じゃなかったよって部分追加されるんだけど、それをね見て、まあ、総合的に判断してね、まあ、こういうのを虚偽記載って話でね、まあ、虚偽記載ですよ。虚偽記載があったっていうことで、まあ、これをあるね会社さんとは付き合いができないよと思う方がいればね、まあ、それは付き合いをしなければいいと思います。まあ、そういうところかなっていう感じだと思います。別に自分もこのことについてね隠す気っていうのもないし、別に自分がモナワイファイの中の人でもないからね。ただ、まあ、これだけは言いたいのは、別にモナワイファイさんから提供を受けてるからね、そういう風に言うわけではなくて、他のサイトでもそうです。そんな感じです、基本的に。うん、自分が判断して、まあ、これは許せねえなと思うのがあれば、まあ、めちゃくちゃ言うかもしれないんですけど、まあ、正直この辺に関しては、うん、まあ、モナ Wi-Fi っていうのを紹介する上での大前提、まあ、でかい部分ではないかなと思っちゃいます。もちろんこれを2台目以降が無料っていうのでワクワクしてね、やった2台以降、2台ね、自分の場合は大量に使うからね、いっぱい。使うから2台目以降無料だから、まあこれでやっぱ2台持ちとかいいよなみたいな感じでワクワクされてね、契約された方には申し訳ないと思うんですけど、まあ、個人的にはそんな感じかなっていうので終わろうと思います。まあ、この意見に関してはね、かなりまあいろいろね意見は割れると思います。なんですけど、まあそんな感じです。自分はね基本的にね、あんまし炎上っていうのも好きでもないし、うん、まあ、ちょっとしたミスっていうのはね、人間生きていれば何でもあるし、まあ、会社だからね、それのちょっとしたミスも許されないって言われてしまえばそうかもしれないんですけれど、まあ、自分がねルルカもめっちゃミスしますから、うん、自分がすごいミスをするのに人のミスについてね、なんかすっごい細かくいくみたいなっていうのは、まあ、自分はねあんましない人間ではあるので、まあ、そんな感じかなと思います。もちろんね、人それぞれその辺は判断材料があるので、まあ、それが許せないって方に関しては、もうモナ Wi-Fi は絶対に相手にしないっていう意見、まあ、それは全然いいと思います。はい、まあそんな感じで今回はね、モナ Wi-Fi さんの虚偽記載に関してのルルカの見解っていうのを話させてもらいました。まあね、ルルカ的には今回ね、多分なんだけど中の人がやらかしたんじゃないのかなっていうのが一番ね有力じゃないかなと思います。皆さんどうでしょうか。まあこれに関してもね、コメントいただけると嬉しいです。なんかね、まあまあめちゃくちゃひどいコメント、普通にコメントいただければ全然大丈夫なんで、ルルカの考え方が変だよみたいな、まあさすがにさ、やめて、まあその考えねえわしねえみたいな、やめて、ほんと返事ができないからさ、そういうのって、普通にまあなんかね、まあ自分はこう思うよみたいな意見であればすげえ嬉しいし、まあ自分基本的に全部見てね返事しています。ね、人それぞれ意見あるんでね、なんだろう、押し付けって良くないと思うんでね、自分の意見っていうのがあって、人の意見があって、そこを総合的に判断してどうするかっていうのが基本だと思うんで、まあそんな感じです。自分的にはまあ何、モナ Wi-Fi さんのね根底、使い勝手がね良ければ全然進めていくかなと思いますので、もう申し訳ないです、人それぞれね、もう許せないって人もいると思うんですけど、そんな中ね、そんな感じで申し訳ないんですけど、今回この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。